もう君のことは分かってるよ、全部ね、分かってるから。それはだから君これ以上絶対に許していい、選挙妨害ならないことなんだ。選挙妨害なんて桜井さん、私たちが申し上げてること、私運動員だよ。いやだから運動員の私今反抗ってるんだ。選挙妨害ですよね。あんた被害者でしかないということなんです。いや何、じゃあ何君、私に反抗ってることは、皆様あなたが難癖つけてきた。我々がお話してること、君は難癖つけに来たんだろ。これは日本人にとってこれ以上やるんだったら選挙妨害だ、とても大切なことである。違うのかって聞いてんだよ。今日本では移民がたくさん来る。情けないの。単純労働者という名前を借りた移民がたくさん来るんだよ。いや、うるさいって言ってんだよ。そして今やってる最中にギャーギャー騒ぐなって言ってんだよ。7人に1人の子供たちは貧困状態である。選挙妨害やるよ。そのようなでもなんで選挙妨害やるよ。お前皆様が立ち上がらなければこの中市、そして日本というものは絶対よくならない。聞いてんだよ、青下のお前だよ。選挙妨害やめろって言ってんだよ。選挙妨害だって言ってんだよ。選挙妨害やめろよ。選挙妨害をやめろよ。ちょっと話してくださいよ。何もしなければそれは結果的に悪に加担をすることと何も変わらないということを我々は訴えております。移動させてもらって、そのためにはいや君原田陽子を応援し、そしてこの中市を変える、そしてこの日本を変える、原動力となることが必要です。どうしたほらやってみんや。おいどうした原田陽子、原田陽子中市以外の会市民の皆様の本当の声、お前が選挙中なんだから日本人の本当の声を届けようじゃありませんか。いや選挙中だからいいんだよ。原田陽子を応援していただけますよ。よろしくお願いいたします。犯罪って撮影してないわけじゃないですか。押し上げましょう。なんでこのそれが私をよくしてまいります。なぜなんでしょうか。この人何とかしてください。お前が何とかしろよ。おいずっとやってこられたこの原田陽子さん、どういうところがいいんでしょうかね。女性はですね、主婦的感覚、このお金を使う上で